藤原君自由民主党の藤原隆でございます。本日は、平中審査内閣委員会ということで、河野大臣、そして西村大臣に質問をさせていただきます。まず1点目は、ワクチンの件について、河野大臣に質問をさせていただきます。すでにいろいろなところで議論なされておりますが、7月以降、前月までと比較して、ファイザー社のワクチンの 自治体への交付量が減少すするとということでありますそれについては、いろいろ国の会議等ですでにそれでも問題ないということをお話をいただいておりますが、改めて委員会の場で,です、ね、これは総理が表明した1日100万回の接種、そして10月から11月までに希望者への接種完了と。 この目標の達成については影響はないのかどうなのかということこれについて委員会の場で改めて大臣に見解を伺いたいと思います河野大臣あの接種体制をここまで強化してきてくださった自治体あるいは医療関係の皆様にはいろいろとご迷惑をかけておりましてお詫びを申し上げたいと思いますあのファイザー社のワクチンにつきましては 4月から6月にかけて1億回、7月から9月にかけて7000万回、10月から12月にかけて2000万回という予定で日本に輸入されるということになっておりまして、現時点でそのとおりに入ってくることになっております。7000万回を自治体に配布をするわけでございますが、 およそ1日に80万回分、全国で打てるという量になると思います。現在、職域接種が1日20万回行われておりますので、それとこの配布分の80万回を足しても100万回になります。また、4月から6月にかけて、お配りをしている分で、自治体に未接種になっているワクチンがまだございますので、 それを使っていただければ、さらに接種回数の上積みが当面はできるというふうに考えておりますので、1日に100万回の接種は維持していけるというふうに思っております、1日におそらく120万回ぐらいは維持できるのではないかと考えているところでございます。まままた9月のの末ででにファイザーモデルナ合わせて2億2千万回輸入されますので それを自治体に配布をして10月から11月にかけて必要な希望する 国民の皆様にワクチンの接種ができる今のところそういうふうに考えているところでございますあの重ねて自治体の皆様あの医療関係の皆様そしてせっかくワクチンの予約を取ったのにキャンセルになってしまったあるいは新規の予約が停止されて困っている方あのお詫びを申し上げたいと思いますが7月の後半8月にかけての 供給量を自治体にお示しをいたしましたので、それに応じて自治体で接種、予約を取っていただけるようになるのではないかと思っております藤原君、はい。ありがとうございますあの当初、菅総理が、まあ、100万回1日にといったとき、なかなか厳しいのではないかという声もありました、そういう中で今、えー、過去分は今でも続々と増えてますが、だいたい140万近くは打っているのかなというふうに思います。 ぜひです、ね、ワクチンの供給量を減る中でも、ぜひこの100万回という目標、そして10月から11月の接種完了というところは、ぜひ減少していただくということで、引き続きご努力をお願いをしたいというふうに思っております。 続きまして、そういう中で、今、東京都を中心に緊急事態宣言が出ております、それに関連して、あの西村国務大臣に問いをさせていただきたいと思います。あの何点かあの、通告をさせていただいているんですが、まず、あの主犯について、えー、お尋ねをさせていただきたいと思います。こののの、ねえー、酒類のお酒を小売りししてている業界の団体に対して その提供停止等の要請に応じない飲食店との取引を停止するようにお願いをする事務連絡が発出をされました飲食店、これはもちろん非常にですね、休業要請等の影響で苦しい状況にあるのは事実なんですが、種類を販売する事業者、それ以外ももちろんあります、さまざまな食材を入れているところもそうですが、特にやはりお酒を売っている種類の販売事業者というのは、 この休業要請の影響を受けて、苦しい経営が続いていると推察します。そういう中で、今回の依頼というのは、えー、自由な取引を、これを制約すると読み取ることもできなくはないと、そういうような内容の依頼になっております。今回の依頼については、非常にです、ね、種類の販売事業者の方々の中には、動揺をされている方々もいらっしゃいます。 すでに報道等なされておりますが、本事務連絡については、これは撤回すべきものであると考えておりますが、争点についての見解と、今回の件で改めてクローズアップされた、酒類販売業者への支援の充実についての見解を大臣に伺いたいと思います西村大臣。お答え申し上げます。種類販売業界のの皆様方ににはです、ね、長いい期間にわたる厳しい経営環境の中で 感染防止対策、本当にご協力いただいて感謝申し上げたいというふうに思います。えー、その上で、ご指摘の通知、事務連絡でありますけれども、7月8日、コロナ市と国税庁との連名で出させていただきましたが、これはあの何か、酒類販売の事業者の皆さんに強制的な実施を求めるものではなく、各事業者にそれぞれの事情に応じて、可能な範囲で感染拡大防止にご協力をお願いする、その趣旨でありましたけれども、 事業者の皆様、に混乱を生じさせてししままいました事業者の皆様あるいは与党からのご意見なども踏まえまして、昨夜でありますが、本事務連絡を廃止する事務連絡を発出をいたしました。事業者の皆様には、様々ざご不安を与えてしまいまして、誠に申し訳なかったというふうに思っております。引き続き、感染拡大防止には、多くの皆様のご協力を、ご理解いただきながらですね、 社会全体として取り組んでいければというふうに考えているところであります。またあの業界団体からはですね、まさに種類提供自粛が長期に及んでいると景況に与える影響が大きいということから支援を求めるご意見などもございます。私自身も業界団体会長から直接ご意見も伺いました。適切な支援が行われるようですね引き続き関係省庁と連携して検討してまいりたいというふうに考えております。藤原君。 ありがとうございましたぜひ支援の充実をお願いをしたいと思います。7月8日の記者会見においては、金融機関に対する関係省庁からの協力依頼ということについて、大臣から発言がありました。これについては、最終的には行わないことになったと承知していますが、改めてどのような趣旨でこのような依頼を行うことにしたのか、そして最終的には働きかけを行わないこととした理由についてですね、 え伺って、もしお時間があれば、これについては優越的地位の乱用に当たるのではないかという指摘もございましたけれど、それについても含めて大臣の見解を伺いたいと思います西村大臣飲食店の皆様にも、長い期間にわたって、本当に厳しい経営環境の中でさまざま。 自粛などの時短など、要請、ご協力いただいて、感染防止対策、取り組んでいただいて感謝を申し上げたいというふうに思います。この度はですは、ね、なんとかこの感染拡大を抑えたい、できるだけ多くの皆様にご協力をいただきたいという、私の強い思いからの発言ではございましたけれども、その発言によりまして、混乱を招き、特に飲食店の皆様に不安を、大きな不安を与えることになってしまい、あの 反省をし申し申なきゃと思っているところでありますこの金融機関を通じた働きかけについては、いわゆる日常の対話の機会を活用してです、ね、金融機関から事業者等に感染拡大防止、徹底の呼びかけを依頼する、お願いする趣旨でありまし,たけでありまして、決して融資を制限するといった しかではございませんでしたけれども、さまざ、あ、まなご指摘を重く受け止めまして、飲食店の皆様への、皆様のご不安を解消、払拭するという観点から、そのためにです、ね、働きかけは行わないということにいたしました。今後、飲食店の皆様には、時短等の要請にご協力いただけるよう、協力金の早期支給、給付の仕組みを導入し、迅速な支給を行ってまいりたいというふうに考えております。 また、金融機関には事業者への資金繰りの支援を重ねてお願いしてきておりまして、飲食店の皆様が事業を継続できるよう、支援に万全を期していきたいというふうに考えております。あの他方、不公平感を解消し、要請に応じていただいている飲食店の皆様のご協力に応えていくためにも、できる限り多くの店舗にご協力をいただけるよう、そうした環境づくりにも努めてまいりたいというふうに考えております。 あの今申し上げましたけれども、何かあの融資の制限などを求めるものではありませんので、優越的地位の乱用には該当しないものというふうに考えておりますけれども、いずれにしましても、飲食店の皆様に不安を与えることになってしまいましたので、ご指摘を重く受け止め、金融機関の働きかけは行わないということとした次第でございます藤原君、はいあの。ありがとうございまししたあのぜひ国民のの皆様にには今回を最後の緊急事態宣言にして また V 字回復していただけるように我々議員の立場でも頑張っていきたいと思います。本日は大変ありがとうございました。次に浜村。